どうも、体験大好きひなあられです。10月22日に風神に引き続き雷神再臨っていうイベクエで雷神がめちゃくちゃ強くなって帰ってきました。体力も攻撃力も大幅に追加されていて、バージョン 1.0 で猛威を振るった雷神がまるで蘇ったかのようですよね。今回はそんな雷神をバージョン 1.0 の時と同様に体験で0分身、つまり5分未満で買っていきたいと思います。今回の強化個体の雷神向けの装備や立ち回りも紹介するので、体験使いであれば必見だと思います。それでは早速装備についてですが、今回の雷神は体力も多いので隆起活性体験を選びました。体力 80% 以上で火力に補正がかかり、弱点特攻時は回心率 100% です。ガルクは睡眠武器にしていて、入れ替え技はもちろん新タメギーです。雷神は新タメギーととても相性が良くて、今回は12発も放つ機会がありました。それでは実践いきましょう。まずは各種バフを飲んでいきます。雷神って初期位置が3パターンあって、左上右上手前なんですけど、今回は右上でしたね。かきり虫を取って近づいて抜刀斬りで方向にタックル合わせて一発目の新タメ斬りを放っていきます。そして方向に合わせて混合タメ斬りを若干右向きに放つと、そうすると次の強化ノートでうまく岩場に乗れるので、今日ため切り、なぎ払い、新ため切りと続けます。通常の個体であればもうこれで破竜砲出たので、若干体力が増えてますよね。万歳ポーズではしゃいだら紫の光線が来るので、混合で受けてなぎ払いと、これで体力が 80% 以下になったので隆起活性発動しましたね。で、こう時間あればね、鬼神薬グレート飲めるんですけど、飲めなかったですね。で、破竜砲を打って、かけり虫に近づいて、まあ、腕に攻撃をすると。ここ、新ためチャンスなので、新ため切り3発目やっていきます。体現箇所を2箇所剥がせばダウンが取れるんですけど、今ので腕が剥がれましたね。で、ここチャンスですね。ここでも新ため切りが狙えるんですけど、混合タメ切りを入れると、そうするとひるんじゃったので離脱します。で、またチャンス攻撃来ましたね。ここで新タメ切り当てて2箇所目の帯電を剥がしに来ます。で、若干右に傾けて打つと、そうすると強化ノートで乗れると、これで新タメ切りを放っていきます。これが5回目ですね。切れ味がね、ギリギリ持たないんですよね。もう少し攻撃すれば激流層解放されると思うんですけど、この輪っか攻撃チャンスですね。尻尾に新タメ切りが狙えるので6発目当てていきます。すると中央に行ったので激流層を狙っていきます。この岩のくぼみの手前くらいで大砲が撃てるので、刀を研いで待っておきます。で、大砲は、まあ、A ボタン押しっぱで放ってるので、まあ、ここ休憩タイムですよね、ぶっちゃけ。で、体力増えてるんで大砲を撃つ量増えましたよね。で、ギリギリまで大砲を撃ったらかきり虫で近づいて新タメ切りを放っていくと、これが7発目ですね。で、若干時間が余ったので混合タメ切りで追撃をします。で、これチャンス攻撃ですね。ただ被弾しちゃったので、まあ、頑張ってリカバーしようとしてるんですけど、ここで新タメ切りを当てたいんですけど当たらないと。このミスでかかったですね。このレーザー光線は美味しいんですよね。チャンスなのでパパッと抜刀して8発目の新タメ切りを当てていきます。腕に当たりましたね。またチャンス攻撃来ましたね、まあ、うまく光の柱が当たらないところに移動して混合タメ切り、新タメ切りを当てていきますと、これ9発目ですね。で、これで頭の帯電が剥がれたんですかね。で、体力を回復しつつ
10発目の新玉切りを当てていきます。ダウンをしているので超玉切り、新玉切り、これ11発目ですね。そろそろね、睡眠取ってほしいんですけど、まだ取ってくれないですね。混合玉切りで追撃すると、で被弾しちゃったんで体力を回復すると方向を食らっていくと。ここは混合玉切りで受けたかったですよね。これチャンス攻撃ですね。レーザー攻撃に合わせて混合で近づいて12発目の新玉切りを当てていきます。で万歳ポーズが来たので混合玉切り、これでフィニッシュですね。タイムもギリ4分台でした。結局睡眠取れなかったですね。体力結局どれくらい増えてるんですかね。 1.5 倍ぐらいのような気がしますけどね。それでは今回はここで終わります。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。